アリス・ケッペルは、イギリス国王エドワード7世の愛称。ラファボリタの呼び名と共にエドワード7世の最愛の、女性として知られる。第四代ダントリートのエドモンストン順弾尺、ウィリアム・エドモンストンの抜所として、スコットランドで誕生した。母は、メアリー・エリザベス・パーソンズ。11人兄弟で、そのうちアリスを含む9人が成人した。アリスには兄1人と姉7人がいた。 ケイの中では、年の近いダニーデン主爵夫人、メアリー・クレメンティーナ・エドモンドストン、第五代順男尺、アーチボルド,イド・エドモンストンなどと仲が良かった。エドモンストン一族は、旧世紀にスウェーデンを統治した、反伝説的な王、エリック・オネンドさん、または、アメンドゾンを外すると言われる、スコットランドの有力氏族で、古くからのスチュワート家の同盟氏族だった。アリスは、 スチュアート町の直系の子孫であった、エドモンストーン家の14世紀以来の居城である、ダントリート城で育った。この城は、1425年に先祖である、スコットランド国王ロバート2世の娘メアリー王女と、カロデンのウィリアム・エドモンストーン教が結婚したとき、スコットランドのロバート3世から送られたものである。エドモンストン殉談尺家は、第10代、ダントリート教。 アーチボルド・エドモンストンと妻のアン・キャンベルの息子であり、第11代ダントリート教で長年黒杖官を呼び国会議員を務めなどの功績によりアーチボルド・エドモンストンのために創設された。アリスは1891年にアルベマール博、ウィリアム・ケッペルの三男ジョージ・ケッペルと結婚した。夫は貴族とはいえ三男で、 それほど裕福な家庭生活は期待できなかった。当時、美貌に自信はあるが暮らし向きに不満のあるある程度階級が上野既婚夫人は相応の社交界に出入りすることによっていわゆる愛人契約のできる紳士と巡り合ったと言われる。現在の倫理観では考えられないが当時の上流社会においては妻が公けめかけとなると夫の社会的地位も上がると考えられていた。 そのためアリスは夫を席立て、ロンドンへ移り住んだ。そこで、彼女の名前は、公めかけとして知られるようになった。1894年に生まれた長女バイオレットは、ジップは、ジョージではないと囁かれた。人目を引く美貌に低い声、傲慢な死体のアリスは、上流の社交界へ出入りするようになり、当時56歳のエドワードに見染められた。それから彼の島での12年間、 エドワードは片時もアリスを離さなかったという。アリスはエドワードのそばにいれば当然顔を合わせる政府交換、貴族たちにも受けが良かった。尊大な態度で利益を要求したり、また、卑屈にこびることもしなかったためである。1900年、次女ソニアを生んでいる。公衆の面前でエドワードと同道する際、彼女は控えめに振る舞った。 自分の愛称としての立場を十分にわきまえ、王妃への儀礼を第一に心がける彼女に、王妃アレクサンドラも表面上では、明らさまな敵意を示さなかった。エドワードが即位してから彼女が公式な場に出席することが増えると、貴族たちは私的な園遊会に王妃と共に、アリスを招くべきか、苦慮したという、王の死後、家族と共に、正論島で2年間暮らした。 1936年、エドワード8世が退位したとき、ロイヤルミストレスは、宮中儀礼を第一と心得、あとはベッドに飛び込むだけ。私たちはそれをうまくやった。と、発言した。ありがとうございます。